で、山を降りると、この世界全体はもう滅びているんですね。で、果てしなく広がる腐った大地。大地が腐って、あの、ドーンとくぼんでいて、そこにですね、サビが浮いたですね、水が溜まっていると。で、巨人たちの赤道がですね、どん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 こう、朽ちていくんですね。で、えー、そうやって旅をしていて、もういい加減、あの、一月ぐらい経った頃ですね、ようやっと砂漠のですね、真ん中になんかこう、 えー、座礁しているってこともなんですけども、ある船見つけるんですよ。で、この船の正体はこう後で話します。で、その中には人喰い鬼が住んでいたですね。砂漠の真ん中になぜかある船。の中には人喰い鬼が住んでいたわけです。で、えー、そういうのと戦いながらもですね、食料は尽き、目的も忘れるほど旅をして、で、四番ですね、いくつもの滅びた村を見たと。で、すれ違うのはですね、奴隷商人の車ばかりと。 で、ようやっと巨大な都城、都の城にたどり着いた。そこには溢れんばかりに穀物があったんですけれども、しかしやっぱそれもですね、脱穀された死んだ種ばかりなんですね。で、市場で売り買いされているのは、奴隷がメイン、人間を売り買いしているところだったんですね。で、年頃のですね、手屋姉妹ですね、お姉さんの手屋とその妹がですね、奴隷として売られているので、えー、シュナはですね、正義感から助けようとするんですけども、 逆にですね、それまでの、まあ、ご飯を食べるための取引で、それまで持っていた宝石とかを全部もう売ってしまった後なのでですね、えー、一文なしっていうふうなことでですね、街を追い出されてしまうと。で、テアがどうやってこの奴隷市に売られてきたのか、テアの経路がこの赤い矢印で示してあります。テアはもともと、まあ、あの、どっかの遠いですね、村みたいなところにいたんでしょうけれども、 奴隷商人に売られてですね。そして、この城に連れてこられたんですねで。売られたというのは何と交換かというと、この町にはですね、大量の穀物、その、えー、シュナがですね、憧れてやまないあの例の大きい、まあ、小麦、大麦、麦なんですよ。小麦の,あの種、あの粒なんですけど、それをですねこう、いろんな村は買ってるんですね。男性食えないから。 だってこの世界にですね、ほとんど食える穀物ないんですよ。だから人間を売って穀物を仕入れるしかないと。そういうなんか経済でこの世界に成り立ってるんですね。なので手や姉妹もですね、売られてここまでですね、えー、来たわけです。ひょっとしたら人狩りにあってですね、狩られたのかもわからないです。で、気をつけ、礼。ありがとうございました。